はい、どうも、熊さんです。あの、自動車を運転する皆さん、ついにやりましたよ。煽り運転に対するね、刑罰が決まりました。で、6月の30日、なんと今月からスタートです。で、その刑罰の内容もね、めちゃめちゃ重い内容になってます。えっ、ー、と、飲酒運転と同じくらい重たいです。ちょっとその記事を読んでいこうかなと思います。まずはね、今回決まった、あの、改正道、広法の主なポイントを先にね、言っておきます。 これ重たいよ。まずね、6月30日からこの同行法、えー、スタートします。でね、えっ、ー、とね、煽り運転、 罪を新設。罰則は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。一い交通の危険を生じさせた場合は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。そしてね、なんとね、違反1回で即免許取り消しです。違反1回でもし、煽り運転1回でもしたら速攻で免許取り消しになります。そして後で読むけど、簡単に免許が再発行できない状況になります。もう完全に飲酒運転と同じような罰になります。飲酒運転より重いかもね、一発で免許取消 軽めの飲酒運転よりはあ重たい刑罰になっていると思います。はいでは で、その下なんだけれども、煽り運転となる主な違反行為。それがこれなんですよ。みんなよーく見といてね。これよく覚えておいてね。まずね、急ブレーキ。あの、煽り運転でよく見られるよね。あの、煽った後前に出てきて、え、ラつく車をね、急ブレーキして無理やり止めさせると。で、これが原因で、これを高速道路でやっちゃって、それが原因で死、死人とか出てるよね。うん。でね、えっと次、車間距離を著しく詰める。もう煽り運転の典型だよね。もうやたらと近づいてきて、後ろで蛇行運転するやつとかね。あの、YouTube でよく見るよね。ああいう いう行為もやったら一発でアウトです。で今の車ほとんどドラレコ積んでますから、その映像を見せられたらもう一発。 で、免免免停停でででです。す、はい。す。許許取取取りり消消しし止じゃないね。あとは、急な進路変更。えっ、ー、と、むかつく車の前にヒューンって前に出てきて、無理やり車を止めて出てこいよ、よらーって言ってる映像ありましたよね。うん。ああいう行為をやっちゃったらもう一撃で、えー、免許取り消しでございます、うん。このね、急ブレーキとか車間距離を一時的に詰めたり急な、急な進路変更したり、これ、煽り運転のもう典型的なこう一連の流れですよね。うん。そのうちの一個でも当てはまったらアウトということです。 はい。で、あとは、えっ、ー、と、左側からの追い越し。通常追い越しは右側からですから、えー、無理やり左側から追い越してしまった場合も煽り運転として見られます。あとは、ハイビームの継続、不要なパッシング、もうライトをチカ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 してくる奴らですね。これも、えー、ドラレコに映っていたら、もう一発アウトという形ですね。あとは、必要なクラクション、もう何回も何回もブー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 、うるさくクラクション鳴らす車ね、いますよね。うん。これも一発アウト。はい。あと、幅寄せとか蛇行運転、蛇行運転よく見ますよね。 とにかく車を止めたりプレッシャーをかけるためにやたら幅寄せしたり後ろでぐねぐねと蛇行運転したりする車、YouTube でこれも見ますよね、あれもアウト、はい、そして高速道路での低速走行と駐停車、これもあの要するに無理やり車を止めようとしてくる人いますよね。前に出てて無理やり車を止めようとしてくる でその他の車を自分のスピード自分の車のスピードを落とすことによって他の車を止めようとする行為これも一発アウトという形になります、はい、だからね、ねよくあのね YouTube で見るねえっあおり運転これがあおり運転だという映像、うん、あの映像に映っているような運転の仕方っていうのはもう全部アウトで、えー、懲役を課せられるか罰金を払わなきゃいけないかどちらにしても、えー、違反1回で即免許が取り消しになるという形になります。やりました ねやりましたね、熊さんね、あのね運転するんだけれども、あの熊さん意外とちゃんとしてるんで、えー、60キロの、ね、上限60キロのところでは60キロを出さなかったりします。ちょっとね、他の運転手さんにはも,もしかしたら迷惑かもしれないね。<laughs> でもね、あのそういうね熊さんの時代がついにやってきたということかもしれないですね。はいではちょっと記事読みますね。他の車の走行を妨げる煽り運転を、妨害運転罪として新たに規定する。えー 改正道路交通法が2日、衆院本会議で可決成立した、えー。来週中に交付され、6月30日にも施行される見通し、悪質なドライバーが後を絶たないことを重視し、飲酒運転と同程度の罰則を初めて設けた。対象となる行為は、えー、不要な普及ブレーキや、えー、車間距離の不保持といった重類型を規定。 通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど交通の危険を生じさせる恐れがある場合を煽り運転として取り締まる違反すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる高速道路や一般道で停車させたり急ハンドルを切らせたりするなどは著しい危険を生じさせた場合は、えー、酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金事故が起きなくても適用する事故が起きなくても適用だよ 事故が起きなくても、煽られたと思って通報したら、もうその人は免許がなくなっちゃいます。はい、で、行政処分もあり、違反すれば即免許取り消すとする、また一定の期間、免許を再取得できなくなる、だからすぐにね、免許の再発行ができないんだよ、うん、かなり重たい、ね、かなり重たい刑罰になってます。うん でね、はい、で、えっとね、あと、煽り運転をされた場合、あの事故が起こらなくても適用するってあったじゃないですか、じゃあ、事故が起こってない場合、でも煽られたっていう場合は、どうすればいいのかっていうことなんだけれども、まずね、あの煽り運転どうすればいいのっていう記事を見つけたので、これを見ますね、えー、窓、ドアは絶対開けてはいけません、車を運転中に煽り運転に遭遇した場合、どう対処すればいいのか、うん、通報するまでの間、どうしたらいいのか、お、これ、宮崎君だね、逮捕されちゃってるね、うん。 でえっと先週大学のあの森教授はドライバーは自動車という防御された空間の中にいる影響で気分が高揚し大胆な行動を取ってしまうことは宮崎容疑者に限らないと指摘してそういう意味では運転していれば煽り運転に遭遇する可能性は誰でもあり得ると話しますでその被害に遭った場合の対応についてあの連携教授という方は安全な場所に停車して警察を呼ぶことが大事、えー、高速道路なら最寄りのさ サービスエリアに一般道ならガソリンスタンドなど人のいる場所に逃げ込んでから警察に連絡してほしいと話す。今回の事件ね、宮崎さんの事件では被害車両は宮崎容疑者の車両に割り込まれ高速道路上で停車させられたが、連華教授は高速道路での停車は非常に危険止まるとしてもできるだけ路肩に寄せてすぐ警察を呼ぶべきだ相手が何を言ってきても窓を開けたり車外に出たりして応じてはいけない相手にしないことが大切と話すということで要するにね あの煽り運転に遭ってね、車を止めるなきゃいけない状況になった場合、できるだけ路肩に寄って止めて、すぐに警察を呼ぶ、煽られました、すみません、来てくださいって言って、場所を伝える、うんで、相手がね、車を叩こうが、窓を叩こうが、どなっていようが無視をする、うん、でもし余裕があるんあれば、ちょっとだけ窓を開けてね、えー、と今、警察呼んでるからちょっと待ってくださいと、あと一応、念のため、録画と録音させてもらいますねとか言えば、ですね相手はどんどん冷静になってきて、あんまり暴力行為はしなくなると思います。はい というわけでね、ねもしね煽られたまずいってなってかつドラレコを、ね、あの用意してるから証拠もあるっていう状況だったらもう速攻で警察呼びましょう速攻で警察呼びましょうそしたら煽ってきた人はもう即免許取り消しという形になるということですねね、うん、これでで、ね、本当に、ね、煽り運転でね。 起きる死亡事故あの悲しい死亡事故とかっていうのはね、どん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 減っていくんじゃないかなと、で適用のされ方もねまだは決まってないんだけれども、まずはね、あの一つ事例が出てきたら、ね、それをもとにね、どん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 具体化されていくと思います。はい というわけで、あの、車を運転する皆さん、まずね、自分がこれね、適用されないようにね、これよーく読んで、あの、気をつけておいてください。はい。急ブレーキとかね、車間距離とかね、あの、進路変更とかね、本当に気をつけましょうね。うん。で、やられた場合はね、すぐに警察に連絡をしましょうね。はい。いい法律ができましたね。うん。というわけでね、え、クモさん、こういうちょっと面白い情報がね、あお目にしたらね、すぐに動画にしていきたいなと思っています。今後もね。なので、もしよろしければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい。では、クさんの動画、 終わりますバイバイ皆さん安全運転で